安藤都敷地4月3日から1946年4月19日は、日本の陸軍軍人、陸軍大将制3位、訓位等校2級、陸軍士官学校16期、陸軍大学校26期、最後の台湾総督、宮城県仙台出身、宮城県第二中学校を経て、陸軍士官学校に進み、陸軍副表彰校となる。 陸軍大学校26期の卒業席時は6位、恩師の軍刀を排除。イギリス大使館付部官の時に、陸軍少将に進級し、日本に帰国して、不評第一旅団長。陸軍中将に進級すると同時に、第五独立守備隊司令官。教育総監部本部長、第五師団長、第21軍司令官を経て、1940年2月10日。 南シナ方面軍司令官。同年6月に北部仏領インドシナへの進駐を指揮する。当初は政府方針に基づき武力によらない進駐を進める予定だったが参謀本部第一部長、富永恭次少将の独断により武力進駐となった。安藤はこの責任を負って10月に参謀本部付となり、1941年1月に予備役に編入された。 同年11月に招集され、台湾軍司令官。1944年1月7日、陸軍大将に信任される。同年9月22日、新設された第10方面軍司令官。引き続き、台湾軍司令官を兼ねる。同年12月30日、台湾総督を兼ねる。日本が、 連合国に降伏した後の1945年10月25日、中華民国政府及び連合国の代表である、陳義と台湾総督権第10方面軍、司令官兼台湾軍管区司令官の安藤が台北公会堂において降伏文書に調印した。その後中華民国政府に拘束され、1946年4月19日に、 上海の監獄で服毒により自決した。ありがとうございます。